はい、こんにちは。今回はこちらの動画を通しまして、もっと FP という活動ですね、イベントのお知らせをさせてください。現在 FP の勉強をしている方とか、資格取得をして、こう何か次に活かしたいとか、そういうことを考えている方ですね、ぜひお付き合いいただければと思います。はい、ではこのもっと FP についてちょっと説明をさせていただきますと、もともとですね、私が駆け出し FP の事件簿という小説を え、出版する機会をいただきまして、大変嬉しいことに、いろんな読者の方からですね、感想とかコメントとかをいただく機会がありました。で、その中で、あの、ぜひ、読者の方をこう集めてですね、イベントとかできればということで、主催とか運営をサポートしてくれる方と出会いまして、その時、2年ぐらい前なんですけれども、初めて東京の方に出向いてですね、まあ、この本を一つベースにしながら、いろいろと FP の活動について話したという機会がございます。 ありました で、この小説自体ですね、私自身のこうキャリアといいますか、歩んできた道を、あの、まあ、フィクションも交えながらですね、えー、展開したことによって、えー、つまりはこう、FP としての活動内容をまとめたものなので、やっぱりこれを読んでくださった方からですね、もっとやっぱり FP の勉強をしたいと思うようになりましたとかですね、あの、資格を取った後のイメージが湧きましたとか、いろんなお声をいただいたので、まあ、あの、この出版にとどまらずですね、えー、この後も、その後もですね、えー、FP として、 まあ私自身も含めてですね、これから一緒に頑張っていきたいということで、まあもっともっとということで、えー、徐々に徐々にこういった活動とかイベントですね。えー リアルでセミナーをやったりとか、それからやっぱりコロナ禍ということもありましたので、ちょっとオンラインで何回かやったこともあったんですけれども、少しずつこうやって活動を続けてきております。で、そんな中で、えー、気づいたら、このもっと FP というようなこう名前といいますかねタ、タイトルをつけて、いろいろとこれからもイベントとかできればねという話をですね、当時の主催の方とか運営に関わってくれた方とですね、今もこうやりとりをしているといった次第です。 で、私が、あの、いろいろとですね、こういう経験を通して感じたところなんですけれども、私自身ができるところはですね、この試験対策と実務の掛け算かなというふうに思っております。あの、試験対策の専属講師ではありませんので、まあ、くも悪くもですね、試験のことを細かく把握しているわけではありません。一方、日々は FP の資格を活かして、FP の相談とかにも応じていますので、で、この二つっていうのは非常にですね、当然ですが、まあ、関連性が強いと言いますか。 場合によってはですね、資格の種類とかによると、まあ試験は試験だよねと、やっぱり実務とは全然違うよねというものも中にはあるかもしれませんが、FP の場合は私はこう試験勉強がそのまま実務につながっていくということを、例えばですけど、ある日に試験対策をして、次の日に FP 相談を受けるとか、まあそういった時にですね、あの、昨日は試験対策で話した内容、これを今日は相談者に話してるとかっていうことも非常に多く今までありましたので、そういう点で勉強してる方とか、 資格取得を目指して勉強している方とかですね、資格を取って、これから何かこう自分の可能性にかけていきたいという方にこう参考になるような話ができるんじゃないかということで、これまでもこの2年間ぐらいですね、試験対策でもありながら実務にも活かせるという、この掛け算を意識したようなお話とかですね、そういったことを展開してきましたので、今後もこういうことを続けていきたいなというふうに思っております。で、えー そうですね。今お伝えしましたように、この実務というのはじゃあ何なのかというと、例えばですけど、ライフプランを作ったりとか。 で、相談者から FP の相談を受けてですね、アドバイスをしたりとか、それからセミナーとか、えそういったまあ講演とか講師とかですね、そういう仕事を行っていくという上で、えー、まあ資格の種類はですね、1級であれ、2級であれ、えー、3級であれ、あるいは AFP であれ、CFP であれですね、まあ、それぞれの強みを活かしていけば、私はあの実務ができるというふうに思っています。ただし、やっぱり基本的なことっていうのは試験勉強を通して学ぶことになりますので、そのあたりをですね、えー、うまく こうまととめてでいろいろと時間を共有してくださる方にこうやる気が高まるようなです、ね、時間を提供できればなというふうに思っていますし先ほどもお伝えしましたが私自身もそういう活動を通して、えー、もっともっとこう高みを目指していきたいなというふうに思っております。はい、ではい、えー 今年に関してはですね、2024年の11月23日土曜日の祝日に、こちら東京の新宿で、これも運営の一緒にやってくださる方がですね、会場も予約してくれて、でこちらです。ちょっとまだ行ったことないんですけど、ど,どうやらう非常に素敵な会場のようでしてで、こういったチラシも作ってもらいました。11月23日にイベントを行います。予定しているのが第1部で勉強会ですね。先ほどお伝えしたように、試験問題をいく いくつか取り上げながらですね、まあ、試験に合格するための勉強会とかというのもたくさんありますけれども、今回はそこまでこう難しくですね、試験対策というわけではなくて、もう先ほどお伝えしたように、もう FP のレベル問わずですね、えー、誰でも参加していただけると、FP に興味があれば、誰でも参加していただけるようなちょっと問題をピックアップして、でなんでこんなことが問われるのかと、実はね、これ知っておいたら、実務でこういうふうに役に立つよとか。 あるいは知らなかったら実務で専門家としてこういうふうにですね、活動の妨げになっちゃうよと。だからちゃんと覚えておこうね、みたいな。そういうことをですね、私の経験を通してご案内できればと思っておりますので、いろんな方々、も FP に興味のある方対象に、ぜひ行っていきたいと思ってますし、参加をご検討いただければと思います。第2部はグループワークを予定しておりまして、こちらは実際に私が関わったケースですね。あの、もうこれ、 相談者の方からも許可をいただいてるんですけれども、本当に、あの、一つのある事例があるんですけれども、FP の6科目ですね、FP って大きく6科目に分かれますが、すべての知識を使ったんじゃないかというぐらい、えー、全部持ってるものをですね、こう、総動員して、いろいろとシミュレーションしたり、ライフプランを作ったり、アドバイスをしたりという事例がありますので、それをちょっと、あの、グループワーク形式で、この場合どうした方がいいでしょうかとかですね、どっちがいいでしょうかとか、そういった投げかけをして、少人数のグループで、いろいろと 意見を出し合ってですね、皆さんがこうまた交流を深めながら、そして知識もですねこう高めることができるような、そんな時間を提供できればと思っております。で、この1部と2部を通して参加費が5000円となっていますが、10月31日までの申し込みで3500円ということで対応させていただきたいと思っております。またですね、これが終わった後と、 え、このイベントが終わった後も希望者のみで交流会といいますか場所をちょっと変えて、居酒屋さんかなんかで一緒にちょっとお酒でも飲みながらいろいろとざっくばらにお話とかができればなというふうに思っておりますので、ぜひご検討ください。今映ってます、こちらですね、QR コード、二次元バーコードの方からもお申し込みできますし、概要欄の方からも予約フォーム入れるようにしておきますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。で、また今回に限らずですけれども、今後も定期的にこういうイベント 等ですね開催していきたいと思っておりますのでちょっと今回参加が叶わないという方もですねぜひチャンネル登録をしていただいて時々当チャンネル覗いていただければと思いますはいでは今回ちょっと告知といいますかもっと fp のお知らせという形を取らせていただきました以上となりますご視聴ありがとうございました。